昨日は爆睡してたので、安倍さんの人のことは昨日ね、存じませんでしたけど、今朝起きて、子供とびっくりしました。ちなみにこっちも、まさにか、安倍選手が言ったんですね。安倍尽くしの日でしたね。で、その、お疲れ様でした。実はその、先日に変わると、26日、実はその警察と、そして、古谷先生の事務所に参りました。で、その前に、ちょっと前に、古谷先生の事務所に行って、で、パクトナカイだったかな、トナカイさんに言われてたんですけど、まあ、その後に行って、26日に行ったんですけど、警察の帰りにね、何のことかって言ったら、ネット誹謗中傷のね、ことなんですよ。やっぱりその、コメントとかね、投稿とか消されたら、一体何が証拠になるんですかっていうのが、やっぱり疑問ですので、ちょっと毎月の、そういうことしてたんです。その筋合いでね、お話しさせてもらって。安倍さん、安倍さんのことも、大事なことかどうって言ったら、やっぱり、疑問証明の表情でした。いいのかなと思いましたね。で、まあ、お疲れ様でした。はじめにもね、安倍先生のご親戚の方が、記号っていうかね、記号を書いておられる席がね、たくさんありますのでね、なんかその、首相を何回もやったら、はじめに遊びに来てくださいませ。ね、先生のご先祖の。記号がたくさんございます。お疲れ様でした。ね、ちゃんと来てるでしょ、うち。古谷事務所に行ってるんやから、来てるって分かるわけですよ。